第54回全国社会人サッカー選手権大会は2018年10月19日から10月24日まで茨城県で開催された全国社会人サッカー選手権大会。本大会は第74回国民体育大会のリハーサル大会も兼ねて実施された。本大会は以下の方式で行われる。概ね昨年までのレギュレーションを踏襲しているが、 フルタイムで同点の場合の決着方法並びに、全国地域、サッカーチャンピオンズリーグへの出場権について、レギュレーションが改められている。組み合わせは2018年8月14日に、日本サッカー協会から発表された。鈴川アンリミテッド FCV コーチユナイテッド SC、おこしやす。 京都 ACV 東京ユナイテッド FC 三菱、水島 FCV 富士クラブ 2003JFC、宮崎 V 栃木ウーバ FCFC、カリア V 流通経済大学 FC バンディオンセ、加古川 VJXTG エネルギー水島ニフス、カノヤ FC、V 札大 GP サウルコス福井 VFC ティアモマイ、カタバンズ、市原 FCV トコハ大学浜松 FC、 新日鉄住金室蘭 V ン南大クラブ、沖縄 SVV 東京国際大学 FC、岩き FCVFC FC 徳島アルティスタ、浅間 V 高砂ミネーロ FC 札幌集球団、V ジョイフル本田筑波 FC 宮崎産業、経営大学 FCV エスペランサ SC 藤枝市、役所 V 松 STFC 鈴鹿アンリミテッド FCV、おこしやす、京都 AC 三菱水島 FCV 栃木、 ウーバー FCFC FC、カリア VJXTG エネルギー水島ニフスカノヤ、FCV サウルコス福井バンズ、市原 FCV 反南大クラブ、沖縄 SVV 脇 FC、アルティスタ、アサマ V ジョイフルホンダつくば FC エスペランサ SC、V 松 STFC おこしやす、京都 ACV 栃木ウーバー FCFC FC、カリア V サウルコス、福井反南大クラブ V 脇 FC、 アルティスター様 V 松江して FC をこしやす。京都 ACVFC カリア岩木 FCV 松江して FC をこしやす。京都 ACV 岩木 FCFC。カリア V 松江して FC 準々決勝終了時点で各地域サッカー最上位リーグの成績が2位3位で、かつ JFL へ入会を希望するチームが FC カリアと起こしやす。京都 AC に絞られたため、この2チームが 地域 CL への出場を決めた。前者からの出場チームが3チームに満たなかったため、北信越リーグ1部2位のアルティスター様が補充枠で地域 CL 出場を決めた。ありがとうございます。